はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。近藤辰之様、ピオ様、インコ様、オノピー様、ノリピー様、オビ様、石井智夫様、石井文子様、光様、んおい様、夏美様、松浦克幸様、マッサン様、MK 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日ですね、池袋で NHK スクランブル要求デモを開催いたしました。300名ほどの皆様にご参集いただきました。まあ主催者発表だと3000人ってなるんでしょうけれども、まあ左翼だとねやっぱテレビはどこも取材に来なかったです。ニュースでも全然放送しなかったです。ですんで参加された皆様、俺も出たけど参加したけど、どこもテレビでニュースにしにがったってあちこちで書き込んでいただけると誠に嬉しいんですけれども、新聞もどこも書かない。これ新聞とテレビは親会社子会社の関係で、例えば読売は日テレの親会社、朝日新聞はテレ朝の親会社、毎日新聞は TBS の親会社、テレビ東京は日経新聞の子会社、富士産経グループは産経新聞とフジテレビかな。まあ歴史の証人になっちゃいましたね。昨日参加された人はね。次はですね、渋谷であります。NHK の本拠地、渋谷でやったらっちゅう意見が多かったんで、渋谷でやります。次回はね。皆様よろしくご参集ください。参院選前にもう一回ぐらいやっかな、思っております。NHK 党立花代表は、スクランブルは不可能とかほざいてるみたいなんですけど、可能です。改憲と同じで過半数の有権者がスクランブルだよなーって思えばいい話で、まあやり方はいろいろありますよ。とりあえずテレビがニュースで放送するまでデーモするぞーっていう感じであります。はやぶさ党の岡村さんとかですね、おにぎりさんとか修正さんとか、他の組織っていうか、他の党とかの方もいらしてくれてですね、誰だって受信料払うの嫌ですもんね。左翼なんかも共産党員なんかも別に混じっていいがんね。 NHK スクランブルしか訴えてませんからね。新聞赤旗記事、9条の会が声明を発表。ウクライナ侵略にを口実にした9条破壊を許さないとか言っちゃってね。9条破棄、9条破壊だって、ウクライナ侵略を口実にした9条破壊が進んでるんでしょうか。だと嬉しいんですけど、ネットの反応です。なんで9条教徒に許可もらわなきゃならんのだ。何言ってんの。許してもらう必要ないから、ウクライナに行ってやってこい。ロシアを9条で止めるのが先だ。理念で命は守れないってよく分かったでしょ。口実って、普通の検証だろうが。9条はじゃあ侵略止めれんねえよなっていうのが話し合われてる、議論されているのをですね、口実にとか言ってる。まあ議論も許さないっていうのが言論弾圧大好きなのが左翼どもですから、9条より命の方が大事だ。お前らが許してくれなくても結構、9条じゃなくて日本を守れよ。実は9条は攻める方を守ってるんですね。私の参院選の公約、今すぐ廃止すべき憲法9条一発目にね。あとスパイ防止法だの、外国人生活保護廃止だの、NHK スクランブルなど書いてありますけど、あと漫画やアニメなどの、表現規制に大反対と
立憲なんかは、熱心みたいなんですけどね、表現規制。それはですね、日本のコンテンツの、をですね、規制して、力が弱まれば、二番煎じの国、パクろうとしている国が有利になる。つまり、帝国のですね、国力を低めるため、アニメとか、漫画とかの規制をしたい立憲と。共産も一緒だろうな。新聞赤旗以外は報じてないことから分かるように、九条の会は共産党の下部組織であります。ロシアの一方的な侵略開始でですね、九条があれば平和とか、九条バリアとか、九条があれば他国は攻めてこないとか、とんだ嘘って知れ渡って焦ってんでしょうね。こんな声明わざわざ出しちゅうことは、大体ですね、国内法にしか過ぎない九条で、外国政府を止められるっていう説明もおかしい。他の国の軍隊、そもそも日本語通じねえじゃん、みたいなね。信じる方も信じる方なんですよ。九条があれば外国に攻められない。信じる方も動画してるよ、脳みそ。共産党支持者の脳みそはね、詳しく調べた方がいいよ。どっかおかしいから。普通の人とは。日米同盟強化と会見では日本とアジアの平和を実現することはできませんとか、じゃあね、防衛費3倍にして核武装、核兵器保有が、自主開発か、なんだったら日本の平和守れんじゃねえの、上にね、アジアの平和なんかどうでもええよ、台湾以外。台湾ね、中国に捉えちゃうと輸入の貿易の航路、シーレーンがやばいんで、台湾は取られてほしくないんですけど、その後のアジアの平野なんて、どうでもええわって、韓国が北朝鮮に滅ぼされても別にどうでもいいし、その逆、韓国が北朝鮮を滅ぼしても別にどうでもいいし、中国が北朝鮮を滅ぼしても別にどうでもいいな。まずは帝国が他国に攻められないようにしないと、最優先はそれですよね。九条の会はスパイ防止法に真っ先に大反対するんだろうな、スパイだし。連中が守りたいのは、侵略者の平和ですもん。何よりも侵略者の命とか共産党がスローガン掲げてますけどね。スパイ防止法に反対するのはスパイですしね。日経新聞調査、括弧内は前月比、内閣支持率 61% を 6% 上がったそうであります。自民党 49%、 維新 7%、 立憲 6%、 共産と公明の数字ねえな、令和もな、なんでなの、かけないぐらい低かったのかな。ひょっとしたら共産は1% 以下にあったのかな、思いますけれども、ネットの話、あれ野党第一党、これ維新に抜かれてますね。見ろ、野党がゴミのようだ。参院選圧勝で公明バイバイ、完全に安保が焦点となってて、それは自民が一番マシだから。安保妨害しかしてこなかった野党が落ちるのは当然。米軍出てけの共産と組んでる立憲やべえよな。転がり落ちる立憲共産党、維新叩きも効果なし。ガソリン代も他の政党ならもっとひどかったって思われてるってことじゃんじゃないの。自民がなんだかんだ言って一番マシかって、野党は維新と民民だけでいい。なんで左翼どもって未だにツイッターで安倍がやってんだろうな、なんで岸田がはやんないのかな。講演会20人が摘発されたですね、林法政、林がーもやってないみたいだし、謎なんですよね。維新は立憲より上だが、一時期よりはすごい下がりました。これ橋本徹と宗男のせいですね。毎日のようにテレビに出ててですね、ウクライナは降伏しろだの、日本が攻められたら私は逃げるだの、あとロシアのスパイ丸出しのこと言ってる宗男だののせいで維新下がっちゃったね。下がったっちってもですね、立憲はそれ以上にひどいんで、立憲よりは上なんですけどね。参院選ではこれ民民が伸びっかもしんないですね。
そろそろ外国政府のスパイである外観誘致主義者の立憲と共産は滅びてくんないかな、帝国を日本丸とするとですね、オーナーは皇室なんですよ。これはあの区分田制度から何一つ変わっておらず、まあ朝廷が民に畑じゃない田んぼを分け与えて、これで自活しなさい、で年貢納めなさい、いうようなんですね。船長が総理大臣、オーナーから任命される征夷大将軍ですね。実際に手を動かす作業員は官僚含む行政、まあ公務員ってやつですね。で我々は乗客と、まあ私は議員なんで、ちょっと動かす側の方針を決める側にちょっと片足踏み込んでますけれども、立憲と共産はですね、船底に穴を開けようとしているバカどもであります。日本丸沈めようとしてんの、外国政府に金もらって。頑丈でもう70年ってもう穴なんか開けませんけれども、もしね開いたらね、自分らも船と運命共にすんのに本当にバカな連中であります。立憲と共産のあの連中、やっぱ脳みそのですね、詳しい調査が必要だと思います。 AFP 通信、ロシア政府、我々が行っているのは戦争でなくて解放とか言っちゃってますよネットの反応です。この世からの解放、解放のうさんくささ、人民解放軍、せやな、共産党っぽい、戦争解放、撤退転身、無職じゃなくて自宅警備員、民間人虐殺しといて何が解放なの、6000人以上も連行しといて何が解放なのね。ロシア軍も人民解放軍だったのか、してみっとね。ウクライナは頼んでねえよ、そんなことね、解放してくれなんて頼んでねえし、親や兄弟や友達にですね、付きまといを妨害されたり阻止されたストーカーですね、まるまるちゃんは、兄に騙されてる、父親に騙されている、僕が助けないととか思うらしいですよ。だから話になんねんだって、何が解放なんだかね、気持ち悪いですね。子供殴っといてぶん殴りまくっといてしつけみたいに言う親みてえなことを言ってんな、気持ち悪いな、いうのが感想であります。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。